巨人、ヨアン・ロペスと契約合意。巨人がメッツのヨアン・ロペス投手と契約したと21日、全米野球記者協会メンバーのフランシス・ロメロ氏が自身のツイッターに投稿した。契約内容は年俸110万ドルの単年契約で、40万ドルの出来高が付帯した条件だという。巨人はメッツに60万ドルの譲渡金を支払う。ロペスはキューバ出身の右腕で、190センチ、94キロ、18年にメジャーデビューを果たし、19年には全て救援で70試合に登板し、2勝7敗1セーブ、防御率 3.41 とブレイクを果たした。今季はメジャーでは8試合で1勝0敗、防御率 5.73 の成績だった。出たわね。インスタフォローしてた人か。どんな選手なんや？今年 WBC 選ばれてる。譲渡金払うぐらいだから本気度高いんだな。ロペス割と評判良くなかったっけ？まったれ型の速球派、制球は破綻してないけど抜け球が多く一発秒持ち、スライダーとまっすぐで半々。稀にチェンジアップ、スライダーは質もよく制球できるけどまっすぐは抜けるタイプ。2019年に活躍するも以降結果を残せず来日、とのことらしい。さすがに何らかの賞賛はあるんやろうけど。どう転ぶか全くわからんな、制球安定すれば。ロペスの域、2016年には野球への熱意を失ったとして失踪事件を起こしている。東京では失踪しないでくれ。まあ外国人なんてこっち来て投げるまでわからんよ。贅沢言わないから2019デラロサぐらいにはなってくれ。